はい、皆さんこんにちは。どうもロミピーです。今日はね、こんなものを見つけてきました。ババン、マンボウのイカシューマイです。こちらね、あの佐賀県呼子の名産でね、あのイカのシューマイです。なかなかね、イカっていうのはね、あの練り物に適してないと言われていてね、それを特別な技術でシューマイにしたという、こんな感じです。ここがね、マンボウっていうお店です。お店の中がね、こんな感じでね、あの海底にあるっていうお店なんですけど、これ有名なね、呼子のマンボウです。でね、イカシューマイの方ですけど、8個ね入ってます。まあ、ここにね、あの作り方載ってるんで、これね、買っても簡単にね、電子レンジ作れるみたいです。じゃあね、早速作っていきます。はい、じゃあね、そういったわけで作ってきました。呼子マンボウのイカシューマイ、ババン、早速食べていきたいと思います。本日も皆さんお疲れ様でした。乾杯。海鮮食う時のこのなんかいつもの寿司の何かが書いてあるお箸でね、いただいていきましょう。いただきます。タレの方が、あの天ぷのタレと、あとからしがついてました。これね、酢醤油みたいな、でもちょっとだしの匂いもするね。じゃあね、早速これつけてね、食べてみましょう。まずじゃあね、これね、こんな感じ。これじゃあちょんちょんとちょっとつけてね、このままいってみます。いただきます。うん、これうまっ、めちゃめちゃうまいぞ。ビール、ビール、うまい。魚介のめちゃめちゃ味がするんだよな。これエビとか入ってんのかな。あと豚の風味もするのよ。これ何が入ってんだ。不思議、めちゃめちゃ不思議だぞ。めちゃめちゃ不思議なこと言っていい。このシューマイ一切、動物性のものを使われてないです。なのにめちゃめちゃ今なんかちょっと豚の普通のいつものシューマイ食べてる感じになったの。あれ、これ入ってるのはもうほんとイカとタラだけ。あとはなんだろうね、まあもちろんタレの方には調味料、鰹節とか昆布とか入ってるね。やっぱそうだよね。そういうあのちょっとだし醤油みたいな感じの酢醤油みたいなイメージだね。嘘だろう。こんな感じなんですよ。こんな感じね。中は本当にイカしか入ってないみたいです。もう一回いってみるね。うん、すごい滑らかなのよ、中のあんが。で、玉ねぎも入ってるね。シャキシャキするでね、不思議なのか、どことなくなんかエビも入ってるような感じ。なんかエビシューマイってあるじゃん、あれの味にちょっと似てるね。でも全然違う、別物だわ。あー、うめえ。からしをつけてね。ちょっとつけすぎかな、これからしつけていってみようか。じゃあね、これでいただきます。あ、辛っ。でもうまい、うまいね。うまいよ、めちゃめちゃうまい。酒が進む。いやー、はかどりますなこれね。でもこれがなんかどうやらこのサイズね、このサイズが、大って言われてるものみたいです。これが大シューマイで、これ8個入りで1200円ぐらいでしたね。いや、ブラボー、めちゃめちゃうまい。シリーズものとしてこういうなんか4種類イカ以外にもね、出してるみたいですね。こんな感じ。アレンジレシピも載っててね、揚げシューマイとかさ、茶碗蒸しとかね、こういうのも美味しそうだよね。あるのよ。うん、うまい。ビールが止まんねえよー。
うまい。ごちそうさまでした。いかがだったでしょうか。本日は佐賀県唐津呼子のねイカシューマイをお届けしました。こちらね、あのイカシューマイの方はね、あのマンボウさんのオリジナル商品となってますんでね、まあ類似品にくれぐれもご注意ください。まあね、こちらね、どうやらギフトというか、あのお取り寄せの方もねできるみたいなんで、気になった方はね、まああのちょっとググってもらって注文していただければと思います。まあビールにもしっかり合うんですけど、これね揚げシューマイの方が多分ビールに合うと思うんですよね。でこのまま行くならね、やっぱり日本酒、また白ワインとかでね合わせてもいいんじゃないかなと思いました。ホームパーティーなんかやるときなんかね、これあったら結構あの皆さん驚かれると思うのでね、そんなにね高いものでもないので、ぜひ皆さんもご賞味ください。それではね、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それではまた。